はい、今回のテーマとしては表ソフトにおけるストップの重要性について詳しく解説をしていきたいと思います。この動画は私個人の意見であり、参考程度にご視聴ください。ではお話ししていきますね。表ソフトといえばやっぱり台上の優位性がすごい上げられると思うんですけど、台上の基本の基本ですね、ストップという技術で、この技術を表ソフトで行うことによって、どういったメリットがあるのかですね、そちらの方を今回はご解説できたらいいかなと思います。で、表ソフトでストップを行うことによる、メリットの一つ目としては回転の影響を受けにくいということです。裏ソフトやったらそれこそ切れてる下回転に対してはもうまっすぐ受け止めてしまってボトーンって落ちたりとか、ナックルに対してスポーンってこう飛んでいくようなやっぱミスであったりチャンスボールを送ることにつながってしまうんですけど、表ソフトラバーってやっぱり回転の影響を受けにくいんですね。ラバーとの摩擦もやっぱ少ないですし、なので切れた下回転に対してもある程度の角度を合わせてあげるだけで、しっかりストップも止まってくれますし、ナックルに対してもそんなにこう大きな影響は受けないかなと思います。横回転とかでも一緒ですね。表ソフトの特徴かなと思います。回転の影響を受けにくい、これはもう縦目横目関係ないですよね。やっぱり裏ソフトラバーに比べたら影響を受けにくい分、ボールのコントロールがやりやすいかなと思います。で、2つ目のメリットとしては回転を残したストップがやりやすいということです。裏ソフトラバーでも全然可能なんですけど、やりやすさですね。例えば相手が横回転サーブであったり巻き込みサーブですね、こういった回転のサーブを出してきた時にちょっとこう回転を残しながらストップすることがやりやすいんですよ。それは技術的な部分にもなってくるんですけど、表ラバーの方が回転を残したストップをやって、相手の嫌がるようなボールを送ることはやりやすいかなと感じております。あとはダブルストップとかですよね。いわゆる柳と呼ばれる技術ですね。横回転出して相手がストップやったのをダブルストップで返して回転を残して相手が違うところに飛ばすみたいな、ダブルストップとかもどちらかというと表ラバーの方がやりやすいかなと思います。そこが台上を売りにしている表ラバーのいい部分でもあるかなと思いますね。で、3つ目のメリットとしてはストップとツッツキの内訳がやりやすいということです。表ラバーって弾きがやっぱりいい分、ツッツキもそんなにこう一生懸命グッてやらなくても勝手に飛んでくれるんですよ。でもストップ自体は当て方をちゃんと意識したら、回転の影響を受けにくい分止まってくれるんで、ストップツッツキを内訳やすいというところと、相手にバレにくくやっぱ送ることもやりやすいかなと思います。なのでフォア表の方とかでもそれこそ回り込んでこうやって表ラバーでレシーブする方も結構いらっしゃいますし、バック表でもそうですよね。バック表でもやっぱりこうストップとツッツキを分かりにくく使い分けて次のカウンターであったり、4球目の強打につなげるっていうのはよく見ることが多いので、そういったストップだけじゃなくてストップからストップを警戒させておいて相手ツッツキを送って相手を詰まらせて次狙うみたいな展開も作りやすいのが表ソフトのいいところかなと思います。次は表ソフトでストップを行う上の注意点についてお伝えをしていきたいと思います。表ソフトでストップすることはすごいいいことばっかりやし、メリットもいっぱいあるんですけど、その中で注意しないといけないポイントの1つ目としてはスリップですね。スリップに対する対応をちゃんと練習していくことです。表ソフトラバーってそことは付き合っていかないといけないんですよ。特にやっぱ雨の日とか湿気が多い日やったらやっぱり表ラバーの引っかかりって少なくなってくるから、その時にちゃんとこう角度を作って入れる練習を常にやっておいた方がいいです。裏ラバーと違うところは回転でごまかせない部分ですね。裏ラバーやったらやっぱり難しいサーブに対して回転でグッて持っていくことできるんですけど、表ソフトラバーやったら横目縦目はあるかもしれないんですけど、やっぱりそういうことができないことってあるんですよ。回転かけようと思ってもスリップしてつるんって逃げてしまって、うまいこといかんわーって思いながら思いっきりガンガンガンってやってもやっぱりそれって良くないと思うので、スリップするっていうことをちゃんと理解した上で練習を行った方がいいです。雨の日とか湿気対策の時に角度で合わせる練習をちゃんとやってもらった方がいいですね。表ソフトラバーは全ての技術においてそこは大事になってくるんで、回転だけじゃなくて角度で合わせて、その台の中で収めるストップを練習するということもちゃんとやっといてもらった方がいいかなと思います。2つ目の注意点としては、ストップの後の展開をちゃんと練習しておくことですね。当たり前かもしれないんですけど、ストップはやっぱり点を取りに行く技術じゃないんで、ストップをやって次何をするのかですね。ダブルストップを待つのか、それこそ長いツッツキを待ってそれを狙い撃つのか、そこまでを考えた上でやっぱりストップは行ってもらった方がいいです。次の展開が苦手とか全然練習やってへん状態でストップだけやってもそれはもうそこの自己満足になってしまうので、自己満足にならないためにはその後の展開をちゃんと意識して練習を行ってもらうことが大事ですね。つっつきでもそうですよね。ストップに見せかけてつっつきやっても、相手が詰まって合わせてくれたのを逆に自分がびっくりしてもう一回合わせだけになったら、何のためにそういうレシーブやったんやっていう話になってくるんで、ストップ、つっつき、そういったことをちゃんと行った上で、次の展開まで頭に置いて強打するのか、もう一回ダブルストップするのか、そういったところをちゃんと考えて練習をやってもらいたいですね。参考程度に私自身のストップの使い方についてご説明をしていきたいと思います。私自身はどちらかというと台上は基本的にフリックが主体なんですけど、それでもストップは使うことは多いです。どういった時に使うかっていうと、相手が台との距離を取り出した時ですね。私自身やったらフリックすごい多用するから、そっちを警戒してちょっと台との距離を取る方がいるんですよ。そうなった時にちょっと前にちょこんと落とすことで相手が前につんのめってくれて、次のボールを強打につなげることができるんで、そういった使い方をするようにしてますね。それでストップで相手が前に入ってくれたら、そっちの方も警戒してくれるから、またフリックが聞き出すっていう風になってくるんで、相手を振り回すような展開を作る上でストップは使うようにしております。あとはストップやった後は基本的にやっぱ次のボールは進めるようにしてますね。あまりストップ対ストップになってもなんか受け身になっているような感じがするんで、ストップやって、基本的にやっぱダブルストップってあんまないんで、長い続きのボールに対しては頑張ってフォアで回って、角度打ちで仕掛けていくように意識しております。あんまり下回転のラリーになった時にこっちが繋いで持っていってしまうと、表ソフトラバーって棒玉になりがちなんで、私自身そんなにラリー強いわけでもないから、ストップからの展開で次のボール返ってきたら積極的に角度落ちであったり、強いボールを打つ意識を持ってやるようにしております。まとめとしては、表ソフトにおけるストップですね、表だけじゃないんですけど、ストップはもう台上をやる上での基本の技術です。なので、試合では達成へんからといって練習しないのは絶対にダメです。ストップをできるようになることで絶対試合できる場面は出てくるので、ストップができる上でツッツキであったりフリックであったり、いろんな技術にやっぱ取り入れてもらった方がいいと思うので、やらないのは絶対にダメです。ストップができるということはそれだけで自分の武器になってくるので、戦術の引き出しをちゃんと増やしてもらうことですね。で、あとはストップは得点する技術じゃなくてチャンスメイクの技術、そこだけは間違えないようにしたいです。いくらなんか見栄えのいい台の上で戻ってくるストップとか、すごい回転を残していやらしいストップができても、それで点が取れるわけじゃないです。それをやって相手がチャンスボールを送ってくれたりとか、自分の思っているところに返してくれて、それを狙い撃つまでをちゃんとやらないと、そのストップもやっぱり自己満足のものになってしまうので、気をつけていただきたいですね。あとは下回転だけじゃないですね、ストップするサーブって。それこそ上回転もストップすることは全然可能です。これもやっぱやってもらった方がいいんですよ。表ラバーって回転の影響を受けにくいから、下回転だけじゃなくて、相手が上回転系横上とかを出してフリックを待ってる時にガッて短く止めて、相手が「それストップすんの?」みたいな感じの反応をやっぱ作ってもらうのもすごいいいかなと思います。表ならではのストップかなと思いますね。裏でも可能なんですけど、そういったことがやりやすいのが表ラバーやと思うので、回転の影響を受けにくいというポイントをしっかり活かして、レシーブ、またはそのダブルストップとかで、ストップという技術をしっかり活かしてもらえたらいいかなと思います。この動画は私個人の意見であり、参考程度にご視聴ください。もしこの動画が参考になった方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。